ボアフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はイノシシのように突き出た花を持つカワビシャカやヒシダイカの総称にちなんで命名された。テングダイロングフィンボアフィッシュボアフィッシュは1943年8月12日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年5月21日に バーバラ・オルシュによって、命名、浸水し、9月23日に、艦長ロイス・エルグロス少佐の指揮下収益する。ニューイングランド水域での訓練を経て、10月29日に、ニューロンドンを後にして、太平洋に向かった。途中、パナマウンガ水域で1週間訓練を実施し、11月21日に、出港。12月2日に、新樹湾に到着して、 さらに3週間に及ぶ訓練に従事した。12月24日、ボアフィッシュは最初の紹介で南シナ海に向かった。1945年1月5日にサイパン島に寄港し、整備のご章区に到着した。1月21日、ボアフィッシュは5隻か6隻ぐらいの小さな輸送船台をレーダーで探知。16本の魚雷をすべての目標に向け、 三回に分けて発射。しかし、効果不明のまま夜明けには、攻撃を終了した。1月31日、ボアフィッシュは、北緯14度56分統計109度00分、北緯14.933度統計109.000度、14.93309.000 14. の、インドシナ半島バタンガン岬北方で、二隻の貨物船と、数隻の護衛艦を探知。 これは、南号作戦参加の八88倍当戦団であった。ボアフィッシュは、護衛艦の監視をかいくぐり、明け方5時50分頃に、大越丸と縁起丸に向けて、魚雷を発射。魚雷は両船に命中し、縁起丸は、船体折損して8時5分後の沈没。大越丸は、損傷甚だしく、沿岸に座礁し放棄された後、 第14空軍機によって破壊された。2月15日、ボアフィッシュは52日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島潜水母艦ユーラールによる整備を受けた。3月11日、ボアフィッシュは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。3月28日夜に、北緯14度18分、統計109度20分。 北緯14.300度統計109.333度、14.300109.333の地点で2つの小輸送船団を発見し攻撃した。ものの、護衛艦の立ち回りにより攻撃は守備よくいかなかった。また、インドシナ半島沿岸部を2度にわたって偵察した。4月21日、ボアフィッシュは42日間の行動を終えて、スービック湾ンに帰島。 潜水母艦アンテドンによる整備を受けた。艦長が、エドワード C、ブロンツジュニアに変わった。5月16日、ボアフィッシュは3回目の紹介で、ジャワ海に向かった。5月27日、ボアフィッシュはジャンクを攻撃し証拠を求めたものの、成果は不明だった。2日後の5月29日、ボアフィッシュは、難易05度48分、統計105度58分。 難易5.800度統計105.967度、マイナス5.800、105.967の地点で3隻の貨物船と2隻の護衛艦からなる輸送船団を発見。ボアフィッシュは貨物船に向けて魚雷を発射し、潜望鏡越しにその様子を観測した。その時、護衛艦が反撃してきたので、ボアフィッシュは66メートル。 ついで73メートルの深度に先行した。しかし、頭上で8発の爆雷が炸裂し、ボアフィッシュは揺さぶられた。反撃が終わり、55メートルの深度に戻って調査すると、プロペラが破壊されており、これ以上の紹介任務は不可能と判断された。6月8日、ボアフィッシュは23日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島 潜水母艦ライタ隊による整備を受けた。7月5日、ボアフィッシュは4回目の紹介でブレニーチューブとウルフパックを構成してジャワ海に向かった。7月8日には爆撃を受けたが被害はなかった。7月29日、ボアフィッシュは、味方機のシンガポール空襲に対する支援任務に従事し、任務終了後マレー半島東岸部を偵察した。 8月10日、ボアフィッシュは36日間の行動を終えて、スービックワンに帰島。潜水母艦ハワード・ W ・ギルモアによる整備を受けた。5日後、戦争は終わった。ボアフィッシュは8月30日に、ハワード・ W ・ギルモア及び17隻の領艦と共に、スービックワンを出港した。9月5日に、それらと別れ、グアム・アプラ港に入港、同地で、 しばらくの間訓練及び演習に従事した。11月17日に出港し、新珠湾経由でサンディエゴに向かい、1946年2月初めに到着した。その後は9月までサンディエゴを拠点として沿岸での訓練に従事し、9月9日に西太平洋に向けて出港する。新樹湾に短期間停泊した後、10月1日に出港。 ミッドウェイ島、南鳥島、沖縄、チンタオ、グアムを訪問した。11月11日にサンディエゴに向かい、到着後は沿岸での作戦活動を再開した。ボアフィッシュは1947年2月に新珠湾を訪問、7月から11月までアラスカ州、カナダを訪問した以外は11月15日までサンディエゴ海域に泊まった。 7月30日には、ベーリング海の極寒を調査する部隊の機関に指定される。当該任務には、アラン・アール・マッカーン少々率いる第17.3任務軍が命じられ、氷の下でのソナー動作を試験するのが目的であった。実験には開発者のオルドー・ケイリオン博士も同乗した。11月15日にボアフィッシュは、メアアイランドを海軍造船所入りし、 トルコ海軍への引き渡しに備えたオーバーホールが行われた。1948年2月21日、ボアフィッシュはメアアイランドを出港し、サンディエゴ、パナマ、ニューロンドン、マルタ、ポートアゴストリを経由し、トルコのイズミルに向かう。5月23日にボアフィッシュは退役し、直ちにトルコ海軍でサカリアとして収益した。 感銘は1921年のサカリアの戦いに、ちなんで名付けられ、その名を持つ潜水艦としては2隻目であった。ボアフィッシュは1948年5月20日に、アメリカ海軍を除籍され、相互防衛援助計画のもと8月23日に、トルコに売却された。その後、1974年1月1日に、スクラップのためアメリカ合衆国に返却された。 ボアフィッシュは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。